しもし。ああ、今試合終わったところ。でもね、ケータ前半で退場したんだよ。わかんない。でもボールのないところでいきなり相手選手につかみかかってレッドカード。でしょ？私もあのケータがそんな怒るなんて信じられなくて。試合は勝ったから良かったけど、ケータかなり落ち込んでるんじゃないかな。君、話聞いてあげなよね。じゃあ、そういうわけだから、何かあったら連絡して。私まだいるから。どういたしまして。じゃあ、切るね。なあに、お嬢さん。ああ、水沢明君よ。満場一致の結果らしいわよ。まあ、あの演奏なら当然ね。びっくりした。いきなり目の前にいるんだもん。大丈夫？ぶつからなかった？おめでとうございます。水沢くん、おめでとう。ちょっといいかしら。水沢くん、こっち向いて笑って。ここはまずいから。水沢君、こっちこっち。走るよ。ここ警備用の宿直室なんだ。しばらく借りるだけだから。今は誰もいないみたいだし。小さい頃からここには嫌ってほど来てるからね。
なところに連れ込んでまずかったかな。受賞すると外野はうるさくなるからね。まあでも僕もそろそろね。大切な人にふさわしい人間になろうと思って。いつまでも子供みたいにわがままは言ってられないから。でも今日は啓太が君を譲ってくれたからってのもあるかな。え、啓太が？変だね、啓太がそんなになるなんて。そうなんだ。ごめん。行かせたくない。知らなかった？僕は独占欲強いんだよ。半分こなんて僕には無理かも。行きな。啓太、今頃部室だから。啓太は落ち込むといつも物質だから。行きなよ。啓太が待ってるよ。君と一緒にここにいればいるほど僕は君を行かせたくなくなる。早く行かないと本当に僕のものにしちゃうよ。だから僕は我慢できるからね。じゃあご褒美ちょうだい。よく我慢できましたってことで。
ケイタのことをよろしく。ごめん。俺、頑張るって言ったのに、体調とか言って、すっげえかっこ悪い。こんなとこ見せたくないのに。ごめん、俺、今すげえダメ。頼むから、今は一人にして。もしもし？ケータ、すごく落ち込んでるんでしょ？一人にしてって言われなかった？ケータに代わってくれるかな？何？もしもし。もしもし、ケータ？なんだよお前、かけてくんなよ。お疲れ様、大変だったね。アキラ、俺、今日の受賞は君のおかげだって。君のために弾いたから。僕のピアノを君が独り占めした。誰も知らない二人だけの秘密だね、アキラ。君の声と笑顔と手と口と目と耳と髪や手や足まで全部、全てが僕のものならいいのに。教室で誰かが君の名前を呼ぶたび、啓太が君と話をするたび、
僕の中にドロドロとした思いが生まれる。どうしたらいいんだろう。内側から溢れる思いに自分が自分でいられなくなる。君を捕まえ乱暴にしてしまいそうな僕を無理やり重い鎖につないでいるんだ。でももうすぐこの鎖も切れてしまいそうだよ。君が欲しくてたまらない。君が僕のものならいいのに。ああ、すげえだるいよ。体育部の発表って3回もあるじゃん。すげえやだ。ほんとだ。ケータ、今さらわがまま言わないの。だってさ、今回は表彰された部活が多いからね。アキラも出るでしょ。まあ不本意ながら。ケータだって表彰されるでしょ。退場したのに東京ベストイレブン選ばれちゃって。すごいじゃん。まあね。え、なんかあったんだ。じゃあね、行ってらっしゃい。後で書類持っていくよ。おい、どうしたんだ。廊下なんかでため息ついて。辻と水沢の見に行ったんだって。大丈夫だって。そのうちまた書ける日が来るから、あまり思い詰めるなよ。じゃあ俺行くところあるから、またな。
待って。さっきはごめん。せっかく来てくれたのに、その…夜、何か予定ある？そっか、よかった。じゃあ僕戻るね。こんばんは。遅い時間にごめんね。でもどうしても君に会って話したくて。うん、ここで大丈夫。今日は来てくれたのにごめんね。そんなの結果だよ。全部捨ててもいいよ。君がいないならいらない。人に認められることも、コンクールで優勝することも、ピアノを弾くことでさえ、君がいないなら僕には何の意味もないんだから。全部捨てたっていいんだから。ごめん、どうしたんだろうね、僕が。
帰るよ。ごめんね。君がケータを気遣うたび、僕の心はなんだかやりきれない気持ちになる。張り裂けそうだよ。もうダメかもしれない。おやすみ、アキラ。恋をして幸せになる。でも一方で消えていく何かがあって、嬉しい気持ちと悲しい気持ちは心の中で混ざり合う。僕は君と離れ、遠い海の向こうで君のためのピアノを弾いてくる。その音が君に届くといい。耳から心に、そして全身に、君のすべてを僕のピアノが埋め尽くせばいい。僕に啓太の代わりはしてあげられないけど、でもその分精一杯君を幸せにしてあげるから。君は僕を選べばいい。